ただそういう優勝の仕方ではなく、やはり最後まで圧倒して勝って優勝したいですねという話をしてくれました。笠原出身の笛が鳴ってゲーム開始です。優勝はさせたくないホーム大分。右も左も蹴れる長谷川ですが、入ってきました、うん、イサポストチャンス、町田大和、野村のシュートだ。ナイスキーパーチョン・ソン・リョン、いい攻めを見せました大分。最後やはりこのシャドウの2人の少しアイデアですよね、はい、が見えてヒールキックからシュートでしたけども、最後ファーサイド少し切られたのでニアに変えたんだと。ここに鈴木です、うん、このパスが効きますね、はい、で角度をつけてペナルティーまで入れてきました。イサ追ってきた。これはチョン・ソン・リョン、またしのぎました。タッチラインを使ってそこからボックスまで踏み込んできました大分。ワンタッチ島川、中に入った町田、キープしているのは伊佐、スイッチ、漕いでいく、漕いで上げる、おチャンス、町田大和、また野村のシュート、ナイスキーパー、崩しました大分。完全に崩しきりましたけどもね、マイナスを使って、そうですね、不利になりましたけども、はい、まあ、川崎も最後は谷口とゴールキーパーで連携をしてコース切りながら守ることはできましたかね。あのボランチの脇に使われてしまいますので、はいはい、こういうところですよね。町田は野村を目指した。おお、チャンスだ、野村出てた、交錯して笛が鳴りました。町田のパスから野村、先発起用された。あーと、赤いカードが出た。ピンポイントの見事なパスでしたね。野村もそうですね、しっかりとコントロールできて、はい、ボールをもしっかり収めているところだったというところから、まあ、PK なので、はい、まあ、1段階下がってイエローっていうところを川崎は主張しているんだと思いますけども、はい、まあ、あの、より悪質だということでも。ドチャンドー、チョンソンが呼んだ、左に決めました野村。大分先制、36分、 PK 町田が出して野村がもらった PK、 自ら野村が決めての先制です。見事でしたね、はい、最後は自分のキックに集中してしっかりとコース、これでまた敵陣でボールを動かして攻める形を伺っていきます大分。田中達也、真ん中伊佐が落とした、反転から打ってきた、落とさない、反転からシュート、点、うん、触ってるんですね、指先手前に速いカーブだー、サイドネットに当たりました、小林優のヘディング、前に瞬間入ってきて先に触って、はい、あ、そうですね、鈴木に当たった、得点数も1位なんですけども、地味ですけど非常に強いですからね、セットプレーも。今度また手前フリックで狙ってきました、ニアニアで狙ってきました、しかもまたミサオです。同じ形でしたけどね、はい、上り里のマークを外してミサオ前に入ってきましたね。今時計を見ました、笠原主審、あ、これでゲーム終了の笛が鳴りました。大分トリニータ、優勝に王手をかけた川崎を下しました。このスタジアムでの川崎